日本で生活していれば、日本語以外に必要ない。入試に必要ならば、英語を勉強すればいいし、仕事で必要なら、英語を学習すればいい。それだけのこと。日本語の語彙も使い方も完全には習得していない。小学校の段階で、英語の授業を導入すると、日本語的思考でする日本語の文化を破壊してしまう。英語の授業は、中学校からでいい。公用語を英語にしている日本の企業がある。英語に堪能でなければ、英語を公用語にしている企業に就職できないとすると、その企業は、英語が話せないという理由だけで、優秀な人材を獲得する機会を失う。高度な論文も、日本語で全て書くことができる。日本が優れた技術を持った、ものづくりの国になり、経済大国になったのは、明治時代以降、西洋の言語を日本語に翻訳し、日本語で高度な科学的理論、経済学的理念を表現できるからである。日本語だけで科学論文を書くことができる。どんな文章も日本語だけで書ける。英語は必要ない。政府が、英語化を進めると、日本の社会は、英語を駆使できる階層と、英語が理解できない階層に分割される。日本の社会を英語化すると、日本がさらに経済的に発展することができるかのように思えるが、実は、逆の結果になる。日本語が堪能な人々と、そうでない人々の間に対立が生まれる。英語化は、日本の国体を揺るがしてしまう。英語化は、日本国民としての価値観の共有と、一体感を破壊してしまう。英語化は、言語による植民地化である。日本は、国としての存立を守るためには、英語化の波に飲み込まれてはいけない。